はい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 。昨日ジャイアンツがなんと DeNA ベイスターズに敗れたというところで1勝1敗になりました。今日の2戦目、この2戦目どちらが取るのか。ジャイアンツが取ったらそのまま行く可能性ありますし、もし DeNA が取った場合にはえらいことになりそうだなというふうに思ったので、今日は今日の試合の展望というところをお話していきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、本日の CS ファイナル第2戦の展望というところでお話していきたいと思います。冒頭でも今言いましたように、本日の試合が非常に重要であるというふうに僕は思ってます。なぜならですね、やはり、DeNA ね、阪神を下して勢いがついてるっていうのももちろんありますけども、まあジャイアンツが優勝したので一生アドバンテージを持ってたんですが、そこをね、昨日、勝ちまして一勝一敗に持ってきたというところで、このシリーズちょっとなんか面白いなというふうに思いました、ある意味ね。ただジャイアンツの目線からすると、今日菅野投手で負けてしまうと、昨日戸郷投手で負けて、菅野投手で負けるっていうね、この2大巨頭というか2大トップで2連敗をするという、もうありえない事態というかね、本当にもうそれだけは絶対に避けなければいけない事態が起きてしまうということで、まあ本日の2戦目というところは非常に大きな分岐点になりうる可能性が高いんじゃないかというところで、今日ね、お話していきます。はい、ですね、やはり僕常々言っていますけども、野球においてですね、一番重要なポジションというのは間違いなくピッチャーなんですね。はい、まあいくら他のポジションが良かったとしてもね、ピッチャーが例えば全くストライク入りませんとか、もうボコボコに打たれますってなってくると、やっぱりこうなかなかチームとしては勝てないっていうのがありますから、やはりピッチャー、まあもっと言うとですね、先発ピッチャーっていうのがね、一番重要なんですね。その中で明日、まあ本日ですね、本日先発予定の菅野投手と、DeNA ベイスターズは大貫投手が投げますけども、それぞれの対戦相手の相性であったりとかですね、誰に打たれてるのかみたいなところをですね、まず見ていきまして、その後にですね、昨日見た試合の感想と、その選手個々の状態の良さであったりとか、そういったところも踏まえて最後ね、巨人のオーダーっていうところを考えていきたいと思いますので、ぜひね、ジャイアンツファンの方であったりとか、DeNA のファンの方もね、最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、早速、先発ピッチャ巨人のね、菅野投手が、今季どのような感じでね、DeNA に投げてるのか。うん。で、誰に打たれてるのかというところをちょっと見ていきたいと思います。はい、菅野投手ですね、対 DeNA 今年、3試合投げております。はい、1勝1敗、防御率が 2.25 というふうになってます。まあ、非常に安定してると、まあ、いうところですね。はい、ウィップに関しても 0.85 というところで、まあ、1イニングに1人のランナーも出してないという計算になりますね。はい、で個々に見ていきますと、打たれてるのはですね、比較的、試合によく出てる主力の選手に打たれてるんじゃないかなと思います。梶原選手10打数5安打1ホームラン、うん、で宮崎選手6打数3安打、佐野選手にも10打数3安打というところで、これらのこの佐野選手、宮崎選手、梶原選手、この3名の選手に打率3割以上打たれております。その中で、まあ、昨日の試合とか見ててもですね、まあ、梶原選手言ったら1番バッター打ってますし、宮崎選手も足の影響で出てこないんじゃないかっていうような意見ありましたし、僕自身もそういう風に思ってたんですが、まあ、5番で出場しておりました。で佐野選手も昨日ね、3番で出ておりまして、ホームラン打ってるというところで、まあ、3選手非常に状態いいんですね。はい、状態がいいのと、前相性がいいのが合わされば、なかなかこう、ピッチャーとしてもね、厳しいか、状況に、なる可能性が高いというところで、ここはね、本当に菅野投手ね、まあ、絶対分かってるんですけど、まあそこは気をつけていってほしいなというふうに思います。で、対する大貫投手、ジャイアンツに対してどのような成績だったのかというところを見ていきますけども、
今年、2試合投げております、0勝1敗、防御率が 1.80 というふうになってます。でウィップに関しては 1.40 というところで少し高い水準になってます。はい。で、ジャイアンツの選手、大貫投手と、まあ、どのような相性だっていうところを見ていきたいと思うんですけど、まあ、岡本選手3打数2安打、丸選手4打数2安打、坂本選手2打数1安打というところで、まあ、非常に3割以上打ってるのはこの3名なんですね。というところで、まあ、まあ、巨人にいったら主力どころですよね。岡本、丸、坂本というところで、非常に、まあ、その3人が大貫投手と、相性がいいんじゃないかっていうふうに、言えると思います。まあ、大貫投手の、ピッチングのスタイルとしてはですね、まあ、めちゃくちゃ速いまっすぐがあるかと、言われるとそうでもないですし、まあ、コントロールとかね、まあ、球種の多さであったりとかっていうところを使いながら、うまくこうね、バッターのタイミングを外しながら打たせて取るみたいなピッチャーだと僕は思っております。その中でやっぱりこうね、十中にはまってしまうと本当にこうあれヒットは出ないぞと点取れないぞっていう風な後手後手後手って なっていく可能性が非常に高いですから、序盤に先制点を取っていく、まあ、これが非常に大事なんじゃないかなと僕は思っております。その中で昨日の試合を見ていまして、まあ、相手の打線ですよね。 DeNA、まあ、梶原選手マルチ安打、牧選手、ノーヒットのノーヒットなんですけど、まあ、ポール際にね惜しいファールを打ってたりとか状態は悪くないと思います。で佐野選手4打数1安打1ホームラン、まあ、2ストライク後からですね、フォークボールかなっていうのところ浮いたボールをホームラン打たれましたし、まあ、オースティンがちょっとね状態があまり良くないんじゃないかなっていうところはありますけれども、5番の宮崎選手4打数1安打というところで、まあ、いわゆる、まあ、5番までですよね、梶原、牧、佐野、オースティン、宮崎、まあ、このあたり、まあ、6の桑原、このあたりまでですね、非常に強力打線というところがありますから、まあ、特にその中でも、僕は牧選手っていうのはちょっと危ないかなっていうところはね、今ちょっとありますから、状態的にいいから、うん、っていうのもありますし、相性的にもね、梶原、宮崎、佐野、このあたりもね、菅野さんと状態がいいというか相性がいいので、ちょっとね、まあ要するに、まあ5番あたりまでにね、どれだけ、しっかり抑えていけるか、うん、っていうところが非常に鍵になってくると思います。で、昨日の試合見てまして、ジャイアンツですね、ジャイアンツはまあ完封負けしてるんで、まああんまりみんな状態は良くなかったんですけども、まあ強いて言うならですね、まあ丸さんが1安打しておりますと、うん、で、坂本選手もまあ1安打してるというところで、門脇選手がまあ3打数2安打というところでマルチ安打してるというところも含めて、まああまりこう機能に関しては特に、まああまりこう主軸の選手はあまり打ててなかったっていうところありますよね。で、その中で、まあ、いろいろ、ネット上であったりとか、まあ、僕も、ちょっと思いましたけども、まあ、果たして2番、増田大輝選手、セカンド、昨日ね、守備いいプレーしてましたし、まあ、オコエ選手も初めての3番、で、ファインプレーもありました。うん。で、打撃も、まあ、ショートゴロなんかもね、非常に強い打球打ってましたし、状態は絶対悪くないと思うんですけど、なかなか機能しなかったなっていう印象はあるので、果たして本日、まあ、どのようなオーダーを組んでったらいいのかと、小山だったらどういうオーダーを組むのかというところを最後にね、お伝えして終わりたいと思います。はい。僕だったらですね、先ほど言ったように、まあ大貫投手との相性、うん、で昨日完封負けをしている、でできればというか、まあ絶対先制点を取って、自分とこの流れにしたいっていう、この3点のことを考えると、僕は、上位打線の方に、いい打者を固める、まあいい打者であったりとか相性がいい打者、状態がいい打者を上に上げていくっていうことが必要なんじゃないかなと思っております。その中で僕が考えうる打順はですね、1番ライト丸、2番サード坂本、3番セカンド、吉川じゃない、中山、4番ファースト岡本で、5番、センターオコエで、6番レフトモンテス、7番、ショート門脇、8番キャッチャー小林、9番ピッチャー菅野、これがいいんじゃないかなと思ってます。まあね、いろいろ賛否あります。まあ正解はないです、正直ね、うん、誰が当てはまるかとか誰がこう打ってくれるかっていうのはわからないんですけど、でもまあデータ相性もそうですし、まあやはり先制点を取らないとやっぱきついなと、で完封負けを食らってるんでね、
なおさらやっぱり初回であったりとか、序盤にですね、先制というのを取って、で、菅野さんであればそんなにまあ、そんな大味な試合にはならないと僕は思いますんで、っていうところも含めて、まあ、やっぱり先制点を取りたいというところで、もう今状態がいい丸さんで、昨日ヒットを放っている坂本選手というところをもう持ってって、で昨日昨日ね、代打でサードライナー打ってました中山選手、まあ、シーズン終盤からずっと状態がいいですよと、フェニックスでも打ってると、で昨日の当たりもアウトになりましたけども、非常に内容のある打撃というところも踏まえて、まあ、3番というところね、初起用だとは思うんですが、もう思い切ってね、本当にまあ直樹さんがいないので、もうその代わりというかね、もうそれ以上に活躍するぐらいの気持ちでね、やってもらえたらなと思ってるし、うん、まあ守備はね、多少やっぱりもう目つぶるというか、まあ普通の打球を普通にさばいてくれたらいいかなっていうふうに思うんですけど、やはり打てないと今年のジャイアンツは負けてるというかね、大体負けるときって完封負けとか、1点しか取れなくて負けたとか、そういう場合が非常に大体多いので、で明日もね、正直大貫投手もそんなめちゃくちゃ圧倒してくるかっていう、例えば東投手みたいにもうバチバチやられるかっていう、バチバチやられる可能性が高いピッチャーかと言われると、まああまりそうではないかなと思うので、ではなおさらですね、状態のいい打者であったりとか、状態の良くて、まあ、相性がいい打者なんかを、上の方に持っていく、上位打線に持ってって早めに点を取って、いい流れでやって追加点奪ってみたいな試合展開をした方がいいのかなと思うので、僕はこういう打順を組みました。まあ、もう一種類考えるとですね、2番の坂本選手を5番にして、5番のオコエ選手を2番にする、まあ、この打順もまあ、ありかなとは思うんですが、僕はもうベテランの力にかけたいというかね、うん。まあ、終盤ね、非常に安倍監督がそういうふうにおっしゃってましたけども、うん、そういう、まあ、経験のある打者、うん、まあ、相性のいい打者、状態のいい打者っていうのを上に持っていくっていうところが、非常に鍵になってくるんじゃないかなと思うし、まあ、安倍監督の考えもね、わからなくはないんですが、やはり、うん、まあ、僕は状態のいい打者をどんどん短期決戦なんで使っていった方がいいかなと。思うんでね、こういうオーダーを考えさせていただきました。はい、そんな感じでね、いろんな意見あると思います。皆さんも本当に、言いたいことたくさんあると思うんで、ぜひね、コメント欄なんかに、教えていただけるとね、僕も嬉しいと思いますし、僕も本当に参考にさせていただいてるんで、ぜひね、皆さんの意見を お聞かせください。特にね、スタメンのところなんかを聞かせていただけるとね、参考になりますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、この動画はですね、まあ、夕方の4時ぐらいに出そうかなと、まあ、これ前日に撮ってるんですけども、試合が6時からだと思うので、まあ、前日の、まあ、2時間前の、まあ、4時あたりにですね、配信させていただいて、まあ、みんなでね、ああだこうだ、言えるような形にね、させていただこうかなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。